おざすましです。もっちゃんです。さあ、今日もやっていきましょう。ライズ・オブ・キングダムっていうことで、今回はこの来賓の初めての方に向けたまとめ動画です。で、このゲームどういったゲームかっていうと、世界を制覇することを目的としたリアル戦略シミュレーションゲームですと。で、全世界で4000万以上ダウンロードされている人気ゲーム。めっちゃ数が多い。そう、人口すごい。まあ、日本だけじゃないんで、全世界の人がプレイしてる。で、まあ、このゲーム、じゃあ何がいいかっていうと、その全世界の人と一緒にプレイができると。まあ、これが今の、まあ、スマホゲームではないんじゃないかなと。初めての感覚でしたね。これがめちゃめちゃ楽しいね。で、まあ、自分も英語を全然喋れないんですけど、そういう英語別に喋れなくても、海外の人と喋れる。チャットができると。まあどうやってチャットするかっていうと、翻訳機能がついてるんで、まあそれを使えば海外の人とも全然普通に喋れます。まあ僕今一緒にやってる人、スペインの方とかロシアの方とかいるんですけど、まあそういう人らとも全然喋れます。2番目にいいところが、後から始めた人でも常に新しいサーバーが生まれてるんで、新規サーバーを使えばスタートラインが一緒のスタートでみんなできると。めちゃめちゃ大事。もう出遅れたらもうずっと戦闘力が差がついたまま行くのもちょっとね、耐えるから。まあそういう感じで、こう、スタートダッシュがいつでも、どのタイミングでも切れる。まあこれも一つメリットですね。で、三つ目のいいところっていうのが、まあ戦闘力っていう自分の、数値があるんで、まあ自分がどれだけ強くなったっていうのも、まあ目に見えてわかるのも、まあ楽しい一つかなと。うんうん、まあで、この来賓、とにかくやることがめちゃめちゃ多い。まあそれも人によってはね、うわ、面倒ってなるかもしれないですけど、まあこれが楽しい一つでもある。ただ、この言っているように、こうやることが多いっていうのが最初、もうマジで何をやったらいいか、もうやること多すぎて、これでいいのかってわからないままずっと1週間2週間進んでいって、やってるうちに気づいてくることがすごい多くあるんで、まあ僕も実際今まで1ヶ月ぐらいやったんですけど、うわ、最初からこうしとけばよかったなっていうのが結構あったりしたんで、まあそういったものを結構簡単にまとめたんですけど、やることすごい多いんで、15項目ぐらいに絞ったんで、よかったら皆さん、今からスタート切る方は、ぜひ参考にしてもらったら、みんなよりちょっと一個上飛び抜けて、強くなれるんじゃないかなと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。では早速、その15項目、ご説明します。で、まず1点目が、サーバーは新しいサーバーを選びましょうと。まあ、先ほど言ったように、後発で始める方も同じスタートライン切るんだったら新しいサーバーを選ばないと、古参のサーバー選んじゃったらもうね、格差がすごいんで、絶対に新しい新規サーバーを選びましょうと。で、2番目、文明は中国からスタートしてください。孫武っていうキャラクターが、めちゃめちゃ万能なんで、中国選んでもらったらもらえます。で、あと、建設スピードが 5% 上昇っていうのがあります。で、これが、かなり優秀。まあ、序盤は建設をガン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 していかないといけないので、まあ、このスピードが速くなる中国っていうのが、最初に選ぶ文明としてはおすすめです。で、後から文明は変えれるんで、ある程度建設が落ち着いた時に違う文明を選んでもらったら、まあ、ドイツとかが建物の成長っていう、城のレベルですね。が22とかになったらドイツ選んでもらうのが結構ベタな感じですね。3点目、VIP はレベル6まで宝石であげましょうと。まあ、建設員っていう建物を作る定員が最初1人なんですけど、VIP レベルを6まで上げると2人に増えます。これで建設のスピードがまあ単純に2倍になるんで、宝石何に使ったらいいって最初わからないと思うんですけど、宝石は VIP にもう全部っぱで使ってもらって全然問題ないと思います。で、4点目ですね。強い同盟に入りましょうと。まあアクティブ勢が基本的には多いと思うんで、まあ集団の狩りとかがしやすい。まあ集団の狩りをすることによって報酬がたくさんもらえて、まあ自分も強くなると。で、あとさらに、いろんな初回報酬っていうのが得られます。で、これも強いチームだからこそこなせる、初回報酬っていうのがたくさんあるんで、弱いチームに入っ
てのメリットはほぼなし、ないです。あの、強いチームが絶対的に正義なんで、強いチームに入ってください。たくさんあの、そういうダイヤ、宝石とかも得れるんで、強くなれる近道です。で、5点目ですね。行動力っていう、メーターがあります。で、これ、あの、マックス1000なんですけど、何かアクションを起こすと行動力が減ります。例えば、野蛮人飼ったりとか、野蛮人集落に攻めに行ったりとか、まあ、1アクション40、ないし150ぐらい消費するんですけど、この行動力は常に、マックスにさせないように消化するのが効率的にはいいです。ここは常に消費してる状態をキープしましょう。はい。で、まず5項目説明したんですけど、今これ最初の画面、左上に VIP のマークがついてるんですけど、これ先ほど言ったレベル6まで上げてくださいっていう、やつなんですけど、これレベル今最初0で、6のところを見てもらうと、2番目の建築職人をアンロック。これが先ほど言ったように、建設員が2人になるっていうやつですね。右上の赤い宝石、今350って書いてるやつですね。これをプラスを押してもらうと、こういう感じで VIP ポイント変えるんで、これで1、2、レベル上がった。石は全部こっちに振ってもらって問題ないです。で、この赤い、ここをついてたら何か開けるっていうことなんで、これを取り忘れないように。ね、うん、これを結構忘れたりするのをする人もいてるんで。これ毎日1回できます。うん、で、毎日、日本時間の朝9時に、ライズオブキングダムはリセットかかるんで、まあ、9時までに取ってもらったらっていうところですね。で、あと自分の VIP レベルでこの毎日無料のこの箱ももらえるんで、これも取り忘れないように気をつけてください。で、あと次に左上のこのアイコンマークですね、押してもらうと緑のメーターがあるんですけど、これが行動力で、これ1000マックスに今なってます。で、これを、例えば、まあ、こうやって、なんか、斧のマークのやつ、これ、野蛮人っていう敵なんですけど、こいつ攻撃ってやったら、行動力消費50って書いてる。これを押すと、行動力50消費されます。今、これで950になって、全回復まで30分、約30分かかるって書いてる。これは、時間が経つことによって回復していくんで、まあ、あの、マックスになったら回復もしないんで、効率考えるんであれば、常にここは、消費して回復してる状態を常にキープしてもらった方が絶対に、これは大事ですね。まあそんな感じですね。で、強い同盟に入りましょうってあるんですけど、うん、なかなか自分が弱い状態、戦闘力がまだまだ全然ない状態の時に強い同盟に申請しても入れてくれない。まあ、あの強い同盟だと戦闘力最低何万以上みたいなのがあったりするんでね、うんうんうん、ボーダーラインがあったりするんで、こうやって野蛮人を飼ったり自分の町を建設して、建設したら戦闘力が上がるから、これをこまめにやっていくのが非常に大事なかなって。そうですね、この成長を上げると戦力がプラス38上がるよとか、まあこういう建物を上げることによって戦力も上がりますし、で、あとこの指揮官っていう、まあ今持っているのは孫武とこのアーチャーですけど、この孫武のレベルを上げるのも戦闘力上がる一つになります。で、あとはこの訓練所の兵士を、雇うと戦闘力も上がるっていう感じですね。まあこの戦闘力を上げると、強くなるんで、この戦闘力も上げていきましょうと。で、次に6項目目ですね。建設は成長メインで上げましょう。レベル22までは成長メインで預け続けてもらって全然いいです。まあ、いろんな建物あるんですけど、もう成長を上げるために他も上げるっていう感覚でやってもらったらいいと思います。で、この大きな建物が成長なんですけど、これを上げることによって何が良くなるかっていうと、ここに書いてる部隊数の上限、兵士を、投入する上限の数が増えるっていうのもそうですし、あと部隊派遣隊列っていう指揮官をどんだけ準備できるかっていう、ここも効率かなり変わってくるんで、で、ここに、レベルごとの上限数が書いてます。例えば、今、部隊の派遣隊列っていうのが1ですけど、これレベル上がっていくと、レベル22になると5体、5つの指揮官を同時に走らせれるんで、要は単純に効率5倍になります。で、さらに、まあ、部隊の数も1部隊数で、例えば、
まあ、1万、2万、まあ、10万って増えていくんで、火力が上がっていくっていう感じですね。まあ、ここは、一番メインで上げていかないといけない。成長を、メインで上げましょう。はい。で、7項目目が、放置するときは常に採取をしようと。で、採取は行動力全く使わないんで、例えば行動力ガンガン使って1000をもうゼロまで消費してやることなくなったと。まあそういった時に採取っていう、この、右上に出てるトウモロコシ、木材、石材、あと金貨ですね。最初の頃は金貨とか石材もないのかな。ただ成長が上がることによって資材がこの4項目になります。で、この4つを使っていろんな建物であったりとか何か作るときに必要な資材になるんで、最初はね結構めっちゃ余るやんってなってるんですけど、途中からもう全く資材足りなくなるんで、もう最初の頃から資材集めっていうのは常にやってもらった方がいいです。採取はこの右に、今は僕もこれ実際の自分のメインアカウントなんですけど、採取してます。で、まあこういろんなところに、まあ木材とか食料、トウモロコシとかの資材があります。で、これ採取って押したらキャラクター指揮官選んで採取いけるんで、採取は常に放置するとき、もう携帯ちょっと内勤の画面消すときとかは、消す前に採取を起動させて放置しましょう。採取じゃあどれぐらいで終わんねんっていう目安は書いてます。例えばこれ今採取してるやつ、採取時間残り11分で取り切りますよっていう感じで時間も書いてるんで、まあここ見てもらったら、あ、次11分後にもう一回画面開いて採取もう一回押したらいいわっていう感じで、まあ時間も測れるんで、まあチェックしながらやってもらうと、あと、通知オンにしてれば、兵隊が戻ってきましたよっていう通知も来るんで、まあそこで管理しまったらいいかなと思います。採取めちゃめちゃ重要なんで絶対やってください、忘れないように。採取すごい重要やから、うん、空いてる時間に採取するっていうだけではなくて、採取のキャラクターを育てるっていうのもすごい重要なポイントの一つかなって思います。そうやね、まあ指揮官がいろいろいるねんけど、この指揮官の中でも何が得意っていうのがあるんで、例えばまあ比較的この青のレアリティのキャラクターが採取に向いてるよね、うんうんうん、でこのガイウスであったりとかコスタンツァ、あとシャールカ、この3つは採取メインのキャラクターで、あとは、緑の育てやすいやつで言ったらエクスプローラーとかかな、この辺が一番育てやすい、そうやね、でちょっと育てにくいけど採取であればクレオパトラ、あとは石田三成とかか。で、あと、ちょっと自分は持ってないですけど、善徳城とかね、うんうん、まあ、ここら辺も採取キャラで、採取キャラを育てるメリットとしては、スキルがまず、例えば食料の採集速度が上がりますよとか、あとこの積載量といって、まあどんだけ荷物持てるか、食料とかの荷物持てるかっていうのも 30% 上昇するとか、まあそういうスキルがあるんで、まあこういうキャラクターを育てて強くすることによって、採集の効率を上げることができる。で、あとは天部の、ここの、採集の天部も振ることによって、例えばこの一番最終取れる、最終取れるやつだと最終速度が 25% だから、これ 25% と、20% 上昇やからすごいよね、うん、めちゃめちゃ速くなる。だからこれは最初にバッチバチ戦争したいっていう人じゃない限りは、極論先に採取キャラも上げまくって採取しまくった方が後々建物の建設はしやすいんじゃないかなって俺は思う。絶対おすすめです、うん、とりあえず37まで、うん、レベルは上げた方が、最終キャラは37まで上げると、うん、天部のこの一番左の何や成功道具っていうのか、これが覚えれるんで、これを育ててもらうといいんじゃないかなと。ちょっと気をつけんとあかんのが、星をこう上げてから37にしてからスキルを上げようって思うと、この一番大切なこのスキル、最終向きのスキルが上げにくくなってしまうから、例えばコスタンザやったら左から2番目のこのスキルが大切になってくるんで、このスキルをマックスまで上げてから37は目指した方がいいっていう感じですよね。はい。で、8番目が成長レベル4から、できる学院での研究、
あと訓練所建設は常にフル稼働させましょうと。建設はこういう建物を常に建設員、まあ2名になったら2名は常に建設してる状態にしましょうと。で、あと訓練所っていうのが4つ出てくるんですけど、歩兵、あと弓、騎兵、で、あと兵器、この4つは常に訓練、これも訓練フル稼働でさせましょうと。で、あとこのレベル4からできるような学院ですね。この学院も研究っていうのができます。こう右側のなんかフラスコみたいなマークを押してもらうと、今ちょっとこれ研究中なんですけど、こういう感じで項目がいっぱいあります。で、これを常に研究フル稼働させましょう。で、研究がめちゃめちゃ時間かかる。まあ今これ見てもらったらあと4日かかりますよみたいな感じで、だんだんこなしていくと、例えばこの T4 の軍隊を解放するのに、研究残り19日って書いてある。長すぎるやろ。長すぎる。ただこの研究やることによって戦闘力16万ぐらい上がるんですよ。一発で16万上がるんや。そう、最初とかはもう解放してるか無理か。例えば最初の方のやってないやつあるかな。こういうこれとか741。そう、まあただ研究の時間も1時間ぐらいで済むから早いねんけど、ただ後半になると研究時間も長くなるけど戦闘力上がる振り幅も上がるんで、まあこの研究っていうのも建設と同じぐらい重要なんで、ここも忘れず常に止まらずやりましょうというところですね。で、次9番目ですけど、この遠征っていう項目があります。で、これが、成長レベル5からできるようになるんですけど、この遠征は暇がある時常にクリアできるところまではやりましょうと。クリアの条件っていうのが必ずあります。で、その条件を全部満たせば星3つ獲得できるんで、星3つ獲得できるものはもう常に星3つ獲得していって、まあ無理だったら星1個でもいいんで、クリアして前に進んでいきましょう。で、これ進むことによって毎日得られる報酬っていうのが変わってきます。クリアできる数が多くなればなるほど報酬が大きくいっぱいもらえるんで、自分が強くなったら常に遠征チャレンジで、失敗したらまた自分強くして、強くなったらまた遠征チャレンジっていう感じでこなしてもらうと。で、これをこなすとコインが右上にある今30って書いてるコインがもらえます。で、このコインでこの勲章ショップのアイテムが買えます。で、この中で、絶対に買ってもらいたいのがこの今女性のキャラですね、エセルフレッド。このエセルフレッドの銅像ですね、これを、常に買ってください。これエセルフレッドはこの勲章ショップでしか買えない。で、しかも強い。他のものは特に買う必要はないと思います。 SL フレットを常に買ってください。で、つい10項目目ですね。成長のレベル10から、できるようになる黄昏の峡谷、右側2番目の分ですね。で、これも、毎日消化はしましょう。で、これはデイリーランキングっていうのもあるんで、右上のトロフィーを押すと、毎日、ランキングが例えば100位以内入れば、デイリー報酬っていうのがもらえます。で、あと、ウィークリー報酬かな。これが、右側のシーズン報酬って書いてるもの。これ毎週に、月曜の9時の、順位で、この報酬がもらえます。なんで、これも、強い方は、順位上位目指してもらったら、報酬が毎日もらえるし、毎週月曜日にもさらにもらえるんで、これ忘れないようにしてください。まあ今僕やったら5回、できるんですけど、これは必ず毎日消化してください。で、毎週朝9時にまたリセットされて、ここまた5分の5であったり、4分の4、3分の3みたいな感じで回復するんで。で、これ1回こなすごとにアイテムももらえるんで、これ忘れるとめちゃめちゃもったいないです。なんでぜひ、これも毎日を日課として やりましょう。ちなみになんですけど、これ攻撃はこの何回できるって決まってるんですけど、はい、防御を結構いらうの忘れてる人が多い。ああ、そうですね。で、あとこれ注意してもらいたいのが、一回まずセッティングして、それからずっとセッティングそのままで自分の指揮官とかのレベル上がってたら、勝手にこの防御のとこに反映はされないので、例えば孫武のレベルが30だったと、で30の時に防衛セッティングした、で指揮官のレベル孫武がレベル例えば40になったと、
じゃあ防衛のところは30のままのセッティングの状態になってるんで、あの40、まあ例えば1でも上がったらこの防衛のセッティングはし直してください、更新してください。これ手動でしないといけないんで気をつけてください。であと攻撃の時のセッティングも同じくし直さないと、前の強さの状態で攻撃してしまうんで、ここのセッティングも忘れないようにしましょう。で次に11項目目の、鍛冶屋ですね。これ成長レベル16から、解放される設備です。でこの鍛冶屋、これあの指揮官の装備が作れます。でこれもあのレアリティがいろいろあるんですけど、この鍛冶屋の右側のアイコンですね、押してもらうと素材生産っていうところがあります。これ結構ね忘れやすいところだと思うんですよ。もっちゃんも忘れてましたもんね。もうずっとかれこれ気づいてなかったもんな、こういうのがあるって全く気づいてなかった。そうで、これは、無料で素材が作れます。3時間おきに10個ずつ生産できるのかな。でこれはこう最初何もない状態なんで、基本わからなかったら最初数少ないものを選んでこうポンポンポンと押してもらったら勝手に自動で3時間おきぐらいに生産できるんで。でこれ何に使うかっていうと、この鍛冶屋の真ん中を押してもらうと、まあいろんな武器あります。で、レシピある前提での話なんですけど、こういうあの羽とか木材とか石材、これはあの採集で使う材料とまた違うんですね。この素材の、生産で生まれた素材を使って武器防具作るんで、これを忘れると作れなくなります。あの無料なんで絶対これも常にチェックして、生産が止まってないか必ずチェックして毎日やりましょう。で次12項目目、デイリーミッションは、毎日 100% まで行うっていうところなんです。これ、左側のなんか神みたいな鳥の羽が書いてるやつですね。これ押してもらうと、ミッションっていう画面が出てきます。これの左のタブの下側ですね、押してもらうとこの20、40、60、80、100ってあるんですけど、この100まで毎日、ミッションはこなしましょう。で100こなすと何になるかっていうと、これ下に書いてる宝石100個、金の鍵1個、挑戦チケットっていう感じで、これめちゃめちゃいいものが毎日もらえます、無料で。で金の鍵もめちゃめちゃいいですし、あと挑戦チケットっていうのが先ほど言った黄昏の、峡谷のチケット、挑戦チケットになるんで、これも1個増えます。であとエピックの銅像とかモアイ像もめちゃめちゃいいんで、これ絶対毎日こなしてください、日課で。まあそんなにハードル高いあのミッションじゃないんで、全然こなせると思います。これも絶対忘れないようにしましょう。これは最低限ですね。これを毎日やらない。もう俺もでも最初これ知らんかったから、最初5日10日間ぐらいは全然気づいてなかったな。ただまあまあいろんなことやって勝手に 100% 言ってたとは思うねんって、言ってない時もあったと思うでもこれ最初にやるやらんで全然大きく変わってくるんで、これも忘れずやってください。で次13項目目が酒場での無料ガチャも、毎日忘れずにやりましょうと。でこれも右側になんか虫眼鏡のマークあるんですけど、これを押してもらうと、まあこれガチャですね、来金でのガチャです。レアガチャが右側の黄金の宝箱で、まあノーマルガチャが白銀の宝箱なんですけど、これあの下に、次無料で、できる時間書いてます。で白銀のノーマルガチャは、無料でできる回数決まってて、酒場レベルが上がると、だから最初はレベル1の場合はノーマルガチャ3回引けるよ、レアガチャは3日に1回引けるよみたいな感じですね。まあこれでも別にだからといって酒場ガンガン上げる必要はないんで、あの全然気にしないでください。ただ、無料ガチャは全部消化しましょう。でノーマルガチャも結構意外にいいもの出ます。お、あ、まあ今いいの出たっていう感じで、ノーマルガチャもいいもの出るんで、1日3回だったら3回は絶対引きましょう。で1回ノーマルガチャ引いたら5分後にもう1回引けるんで、でこれも毎日朝9時にリセットされるんで、必ず忘れないようにやりましょう。はい。で14項目目が、まあ今こうやって言ったものを全部やって、やることがなくなった隙間時間にやってもらいたいんですけど、探索ですね。これ
もう、レベルが最初1の場合は、こう探索できる人が1人なんですけど、上がっていくことに2、3、4、最大3人か、まで探索ができるようになってまして、まあ今僕結構探索はこまめにやってるんで、まあこういう感じで雲が晴れてるんですけど、例えばこの雲覆われてるとこピッて押すと探索っていうのができて、こいつらを派遣できます。で、こいつらがこの雲のとこに向かって歩いていって、雲を晴らしてくれて、最初雲で覆われてる時っていうのが、あ、ちょっと承認ボーナス来た。これも美味しいよね。まあ承認ボーナスは絶対やらな。ゲーム止まるからな。これは絶対やるやろ。で、この雲を晴らすことによってのメリットっていうのが、こういう周りの土地がどういった状態になってるかっていうのが、まあ、わかるっていうのが一つと、あとこれ左上に今同盟にチェック入ってるんですけど、これ探索にチェック入れてもらうと、こういう緑のアイコンみたいなのがバーってちょっと気持ち悪いですね、出てます。でこれあの緑じゃなくて、なんか黄色みたいな色の、もうほとんど僕ちょっと探索済みになってるか、黄色いのないか、あった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 、こういう黄色いマークのところを押すとアイテムもらえるんですね。でこういう雲が覆われてるところはわからないです。ただ雲が、晴れたところはこういう感じで黄色い部分が出てくるんで、こういう黄色いところをポチポチするとアイテムもらえます。でたまに金の鍵とかもらえるんで、この探索にチェック入れてもらって探してもらったら結構ね、じわじわ戦闘力上げれるんで、これもおすすめです。でこれは別にあの行動力とかも使わないんで、もう暇な、何もすることなかった時は探索してもらったら、あとさらに兵隊の部隊数とまた別のカウントにこれはなるんで、あの兵隊が採取ガンガンやってる時でも同時進行でできるんで、ぜひこの探索も暇があれば常にやって、アイテムの回収はしましょう。はい、で最後15項目目ですね、オシリスリーグのコインで優勝チームにかけよう、当たればコインが増えますと。でこれ何かっていうと、この、戦略押してもらったオシリスリーグっていう右側にあります。これ押してもらうと他のサーバーでやってる、まあ、大会みたいなもんですね。でまあ自分らはまだ弱いんで大会に出れないですけど、この大会をどこが優勝するかっていうのをかけることができます。賭博っすね。これもなんか斬新よな。あ、こんなんあるんやと思って。でこれイベントっていう右側の項目を押してもらうと、このリーグベッドコイン大作戦っていうのがあります。で、このコイン大作戦っていうのが、デイリーミッション。これも1日のミッション、日課があるんですけど、で、この日課をこなすと、このなんかコインが30枚とか40枚もらえます。で、ウィークリーミッション、1週間のミッションをクリアすると、もうちょっとコインがもらえます。で、このコインを、今ちょっと、今日土曜日かな？日曜日に、だいたい毎週戦いがあって、だいたい金曜日までにベットしないといけないかな。で、今これ僕は4246枚、このチームにかけてるんですね。で、このチームが勝てば少しプラス、まあ、1.2 がけ、まあ、そんなないかな。まあ、でも、もらえます。で、このコインで、この右側のショップですね。ショップで買い物ができます。もうすでにいろいろ買ってるんですけど。これだいぶいいものばっかりですね。そう、結構いいものが買えるんで、これも忘れずに。まあ、かけるの怖いっていう方は別にかけなくても買えるんでいいんですけど、でもかけると、そのチーム応援したくなる。しかも、その大会の時間に、この、左下に観戦っていうのがあって、YouTube で生配信されてて、それを見ることができる。これもまたおもろい。面白い、うん、うおー、勝ってる勝ってる、うわー、やばい、逆転したみたいな、なんかそういうのも見れるんで、これもぜひやってもらう方がいいです。うち前逆張りして全負けした。まあそういうねチャレンジしてぶっ飛ぶこともあるんで、まあ、アンパン行くんやったらコインかけん方がいいかもしれないけど、もうすぐかけちゃいますね。もう全フルでかけるんで。で、これ、あと、ここにもショップあるんですね、右上に。で、ここでも買い物。これまた違うコインですね。3つ、3種類あるんやったかな。あと、この人材を見極めるっていう、ここにもコインがあります。で、これはいろんなチームが、参加チームあって、で、これにベットすると。で、こっちは1試合にベットする。
みたいな感じでちょっと違います。今もあのこれたまたま決勝になってるかこの1試合しかないですけど、本当はもっと例えば準決勝、まあ1回戦とかだったらブワーってあるんで、まああのベットするとこいろいろ選べます。まあそんな感じでぜひ楽しんでもらうといいかなと思います。はい、という感じで15項目結構やること多いとは思うんですけど、まあこれをまず最低やってもらったら必ず強くなるはずなんで、ぜひやってみてください。まあ他にこういうのもあるよっていうのがあれば、ぜひあの僕も勉強したいんで、あのコメントいただけるとめちゃめちゃありがたいです。次は同盟についての、僕も今現状あの同盟の名手やらせてもらってるんですけど、名手をどうしたらいいかって結構あの分からないことだらけで、まあここもちょっと一回まとめて動画にしようと思ってるんで、まあ、もしよかったらあのチャンネル登録してもらえるとありがたいです。ではまたぜひ同盟のまとめで会いましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございました。